アレクセイ・アレクサンドロビチ・フォン・ラムペは、ロシア帝国の軍人、少将。ロシア革命後、白軍に身を投じ、戦後、ロシア全軍連合議長となった。第一次世界大戦中、ゲオルギー武器、三枚の最高官定を授与された。1918年、ビーシュテインフォン大佐と共に、ハリコフで、地下組織義勇センターを率い、義勇軍への将校の輸送に従事した。 同年末に自身も義勇軍に到着し、義勇軍ではピョートル・ブラーンゲリ将軍の作戦課長を務めた。1920年、コンスタンチノープル・コッペンハーゲン島国外でブラーンゲリ将軍の核委任事故を遂行した。ロシア出国後、デンマーク・ハンガリーで1923年からはドイツでロシア軍の軍事代表を務める。その後、 ベルリンで、ロシア全軍連合第二課長を務める。雑誌は、の編集長。在独ロシア全軍連合組織の解散後、ゲシュタポにより逮捕され、1945年1月、予備役長将としてロシア解放軍に編入される。第二次世界大戦後、パリに移住し、ロシア全軍連合の副議長となった。1957年2月から、 アレクセイ・アルハンゲリスキー将軍の後を継ぎ、同連合議長となった。1967年5月28日、パリで死去。ありがとうございます。